では1小節目の練習にかかっていきましょう。1小節目はですね、裏拍のピッキングが1箇所しかないので、随分楽ちんだと思います。ベーシックな Am の形を押さえまして、まず1拍目で、2拍目のトロンボーンの時にメロディーが2弦の1フレットですね。これでトロンボーンとメロディーを一緒に弾いたわけで、どうしてここ3弦が付け加えて書いてあるかっていうと、親指で弾く音とメロディーの間にコードの音があったら、まあ抑えられてるんだったらいつでも弾いちゃっていいです。だから例えば2小節目のここなんかも3弦一緒に弾いちゃっても構わないと思います。で、一応楽譜はですね、ここの2拍目にこれをよく入れてるようにしたんですけど、それは、2拍目と4拍目がリズム上のアクセントなので、ドラムで言うと、まあ、スネアドラムが鳴るところですよね。ワン、ツー、スリー、フォーっていうふうに、リズム上のアクセントがあるところなので、そこをちょっと音を増やして強調していますという意味合いです。だから、分かりづらかったらね、弾かなくていいですし、弾けるところは全部弾いちゃうというのでも構わないですし、あまり厳格に考えなくて結構です。で、当然使う指は、こうなりますよね。で、次が、3拍目はメロディーが裏拍にも入ってきますね。で、4拍目にまたベースが来る。もうここはもう皆さんそんな難儀しないで弾けると思うんですよ。